子供の頃、私は夢を見ていた。万物の創造主、主神の代理人であられる教皇聖下に代わって、しもべであるこの私が問います。マクシミリアン・クロイソ、あなたはリフタン・カリプスを夫として迎え入れ、生涯その身を捧げることを神に誓いますか？いつか騎士様が現れ、私を助け出してくれるという儚い夢を。はい。王室ではあの方と王女様の縁談が持ち上がっているそうですよ。お嬢様と離婚をするためにお見えになるのかもしれませんね。本当に私と離婚するために帰ってくるのかしら。私のせいじゃ ないわ。この3年間あの人の知らせなんて何も聞いてないもの。そのみっともない癖、わしが何度注意すれば治るんだ、この役立たずが。リフタン・カリプス、あいつはもうただの下級騎士ではない。ソードマスターであり、レッドドラゴンセクターを倒した勇者なのだぞ。奴が望みさえすれば、神殿も喜んで離婚許可書を出すことだろう。ましてや、王女との縁談が持ち上がっているとは。どこの男がそんな状況で吃音の妻を選ぶというのだ。一体お前は初夜に男一人の手綱も握れず何をしておった。お前が妹のロゼッタに半分でも似ていれば、これほど気をもまずに済んだというのに。いや、せめてまともでさえあれば、わしが奴の顔色を伺い媚びへつらうこともなかったものを。私が望んだんじゃない、私は。でも あの人は結婚式の次の日に出兵を。わしに口答えをするな。お前の耳障りな声は思い出しただけでも感に触る。黒磯家の令嬢が下民出身の騎士に離婚されるなんてことはあってはならん。愚かな娘のせいで一族が笑い者にされてたまるか。そのことお前が。旦那様、騎士団が到着いたしました。ルーベン王がいくら奴を婿に欲しがっても、本人が断ればどうもできまい。離婚を回避できなければ、その時は覚悟するんだな。あんな間抜けな娘に任せられるか。わしが先に会う。執務の間に通せ。どうしよう、私はどうすればいいの。私なんかにあの人の心をつなぎ止められるわけがないのに。もし本当にお父様の言うように、私がロゼの半分でも美しければ、あの人があんな風に出ていくこともなかったのかしら。3年前、結婚式があった日。公爵おめでとうございます。しかし、お祝いしていいものなのやら。あれほど大事にされてきたお嬢様ではないですか。いけすかんが仕方あるまい。すべては大義のため。急遽式が決まってしまったことだけが、父親として心苦しい限り。黒磯公爵家に下民出身の異教徒だなんて。まったくだ。欲深いのにも程がある。
この結婚で非難されるべきなのはリフタンカリプス、彼ではない。お嬢様も気の毒だよ。病気がちで公爵が手塩にかけて育ててきたのに。まあおかげで俺たちは討伐戦を免れたわけだから感謝するとしよう。ルーベン王が下したドラゴン討伐戦への参加命令をお父様は彼に押し付けた。役立たずのマクシミリアン・クロイスを差し出す代わりに。こんなのあんまりです。けれども私は知っている。リフタンはお父様の提案を拒否し、お父様は汚い手を使って彼をこの場に引きずり出したということ。団長、これは大目に。お嬢様、床入りの支度が整いました。あの人は知っているのだろうか。自分の命の代わりに手に入れたものが何か。公爵様、この役立たずな。そんなしけた面をしているから裏であれこれ言われるのだ。少しはお前が役に立つということを証明してみせろ。もし失態を演じようものなら、その時は体罰では済まんぞ。役立たずのマクシミリアン。私を必要とする人なんてどこにもいないわ。息を殺してじっとこらえてください。それがレディたる者の美徳です。体がすごく大きかったわ。あんな人にぶたれでも したら。それはあちら様次第ですから。でも私は怖いの。もしこの結婚が台無しになるようなことがあれば、公爵様がひどくお怒りになるでしょう。本当に殺されるかもしれないわ。だけどあの人も無理やり私と望んでもいない結婚を。お前も気に入らないだろう。これは義務だ。嫌なら今のうちに言え。強要はしない。俺に部屋を出て行ってほしいか。いえ。だったら結婚の義務を果たさないとな。あの、なんで服を。俺に出て行ってほしいのか。いえ。いやでも我慢しろ。俺ももう止められない。何これ、こんなのわからない、わからないってば。私が目を覚ました時にはもう、彼はドラゴン討伐隊に合流するために旅立った後だった。そして今日、あの日あんな風に旅立った彼が帰ってきた。お父様の言うように私がすがりついたところで彼を引き止められるのだろうか。私なんてたった一晩一緒に過ごしただけなのに。無理よ。私には。これは見物だな。父から生還した夫を体を震わせながら待つ妻か。あの、ご無事で、だから。
どこの男がキツオンの妻を選ぶというのだ。やっぱりダメよ、私なんて。ご無事でなんだ、喜ぶふりでもしたらどうなんだ。まるで化け物にでもなった気分だな。ダメ、このまま行ってしまったら本当におしまいよ。違うんです、緊張して何を言えばいいのかわからなくて。やっぱりダメだわ、私なんて誰にも必要とされてないんだから。盗み人は悪趣味だぞ。応接の間でそんなことを言われましても、団長なら気配を消しても気づくものだと思ってました。とっとと失せろ。馬車が待機してます。こんなところで時間を食ってられないとおっしゃってましたよね。待たせとけ。これも夫婦の義務なの？じゃあ今でも私のことを妻として。こんなところで襲うつもりは鼻から毛頭ない。聞いたな、すぐに出発するぞ。もう行っちゃうの？ダメよ。待って、まだちゃんと話も。このまま見送ってしまったら私はきっとお父様に殺されるわ。お前の荷物はメイドに頼んでまとめさせて高圧隊に預けるように伝えろ。私の荷物を、どうして？だったら俺一人で行けというのか？いえ、そういうわけじゃ。私も連れて行くってこと。でもどこに行くつもりなの？俺の領地だ。お前がいるべき場所だよ。お父様にお伺いを立てなきゃという私の言葉に返ってきたのは、お前は俺の妻だの一言だった。結婚した女が夫に帰属するのは当然のことだけど、この状況でもそれは変わらないのだろうか。これは一体、黙って出てきてお父様の怒りを買ったらどうしよう。それにしてもこの人はどうして私を連れていくの？ルーベン王が奴に王女との縁談を持ちかけた。あの男がこんな絶好の機会を逃すわけがない。アグネス王女、きらびやかな金色の髪に濃い青色の瞳を持つ絶世の美女、名声を馳せた魔法使いでリフタンと共にレッドドラゴン討伐戦で活躍した英雄の中の英雄。そんな王女との縁談だなんて。しかも神殿も離婚を黙認してくれるとなれば、そんなまたとない好機を逃す愚か者が世の中にいるわけないわ。それに私と一緒に過ごしたのは初夜のたった一晩だけ。よほどの愚か者じゃない限り仕方ないわよ。最初からこの人は私との結婚を望んでいなかったんだから。この人が私を覚えていることが不思議なくらい、私なんて義務感でつながった存在でしかないのに。王女様ならきっとこの人とお似合いだわ。
私みたいな痩せっぽちで魅力に欠けた女なんかよりも。もう急に何を思い出してるのよ。あんなことをしてきたのはあの人なんだから。普通はあの人が恥ずかしがるものなんじゃないの、変な人。城の外に出たのは初めてだわ。美しい、こんなところだったのね。どうしよう、はしゃぎすぎたみたい。怒らせちゃったかしら。シュン。俺といるのがそんなに苦痛か。そういうわけじゃ。だったら帰りたいのか。帰るだなんてダメよ。今帰ったら、いえ、本当にお父様に殺されてしまうわ。早く言い訳をしなきゃ。そうじゃなくて、馬車に こんなに長く乗ったのは初めてなので。俺はお前のことをよく知らない。それはお前も同じだろう。俺は一生お前を連れて生きていかなければならないんだ。それなのにお前は俺が近くにいるだけで体を震わせてる。一生私を連れて生きていくですって。夫婦が一生を共にするのは当然のことだろう。俺みたいな下民でも結婚誓約の重要性は知ってるぞ。お前にとっては大したことじゃないみたいだがな。大したことじゃないなんて、決してそんな風には。そんな風に思ってないならなんだ。お前はこの3年間ずっと黒磯城に残ってた。俺の領地じゃなく。私は あなたの領地がどこにあるのかも知りませんでした。しらばっくれるな。俺の部下が何度もお前を迎えに行った。公爵令嬢にとってはあんなちっぽけな土地どうなっても知ったことじゃないだろうが、俺にとっては大事な財産なんだ。お前はなすべき義務をないがしろにしたんだよ。本当に知らなかったんです。そんなことは何も聞かされてません。妊娠でもしてたらどうするつもりだったんだ。その子はアナトールの次期領主になる。それなのにお前は。団長、オーガです。くそ、馬車にシールドを貼れ。絶対に外に出るんじゃないぞ。どうしよう、どうすればいいの。怖いわ。厄介な連中だ。どこから匂いを嗅ぎつけてきやがった。さっさと食い止めろ。団長、こっちにもいます。近頃魔物が頻出しているという噂は聞いたわ。でも城を出てまだ1時間も経ってないのに。怪物。馬車から出るなって言われたのに。奥様、早く馬車に戻ってください。シールドを貼ってあります。わざと降りたんじゃないんです。馬車が揺れたはずみに。そこにいられたら邪魔なんですよ。怖い。魔法使いはどこにいるんだ。待ってく。団長。はいはい、今行きますよ。危ない、止めろ。早く馬車に戻らなきゃ。殺される。マクシン。私はマクシン。奥様、カリヒロ、マクシン。やっぱり罰が当たったのかしら。この役立たずめ、女であるばかりかまともに喋れもせんとは。いっそのこと母親のように病気にかかって死んでしまえばいい。かつてはお父様の愛を求めたこともあった。一族の恥、鼻つまみ者、愚かで浅ましい小娘、穀潰し。
私を抱きしめて、誰でもいいから私を呼んで。頑張ってお父様の言いなりになれば、美しくて聡明なロゼッタのように、いつか私を愛してくれるはずだと。あなたは私を見捨てないわよね。だけど私は罰を受けて叱るべき役立たず、誰も来ない離れのように、当たり前のように捨てられる一人ぼっち。マクシ、やっと目が覚めたか。ここはどこ。ゼノアの近くにある村の宿だ。お前が倒れたから森を抜けてここに来た。おかげで予定は台無しだ。それにしてもお前、オーガじゃなくて俺を見てぶっ倒れたよな。え、奥様大丈夫ですか。マクシ、ごめんなさい。飲め、寝汗をかいてたから水分を補った方がいい。怒ってるんじゃないの。お父様ならとっくに杖で撃たれてるのに、むしろ心配してくれてるみたい。じー、毒なんか持ってない。早く飲め。はい、いただきます。それと具合が悪かったら言え。神官を呼んでやるから。神官を呼ぶにはすごくお金がかかるはずなのに、この人私のことを心配してくれてるの。ああ、ここが平民たちが使う宿という場所なのね。ひぃ、本当に寝る場所なの？ちゃんとお掃除してる？よかった、お布団は清潔な匂いがするわ。服が、これは一体。どうした、何か問題でも？なんだ、どこか悪いのか。すぐに神官を。違います。だって服がな、いえ、服を着てない みたいで。下着もないわ。今朝ウバに無理やり着せられたのに。服ならちゃんと着てるじゃないか。早く起きろ。でも、これは私の服じゃ。当然だ、俺のチュニックなんだから。あのまともに息もできそうにない布切れはお前のゲロで汚れちまったんだよ。使用人に洗わせたから明日には乾くだろう。それに今さら隠しても無駄だ。お前の体を拭くときに全部見たんだから。誰が着替えさせたと思ってるんだ。拭いてくれたですって。それよりも下着は。あれは破れたから捨てたよ。どうして。仕方ないだろ、お前は真っ青になって苦しそうにしてるし。俺はその本当に胸の紐をほどこうとしただけだ。結び目を引っ張っただけなのに。そもそもあんな上下がくっついた下着があるか。どうしてもって言うなら俺の下着を貸してやる。いえ、チュニックだけっていうのも変だけど、それはもっと変でしょ。俺は服を着替えさせただけだぞ。もう3年前だが、初夜も過ごした仲だろう。俺に触られるのがそんなに嫌ならそもそも気絶なんてするな。そういうわけじゃ。これだから貴族のお嬢様はすぐ倒れるわ、世話が焼けるわ。結局怒らせてしまった。気絶して予定を台無しにするなんて迷惑極まりないわよね。もうここで捨てられてもおかしくないわ。何ぼっとしてるんだ。麦パンとスープだ、温かいうちに食え。今日はもう遅いから明日新しいものを買ってきてやる。あのへんてこな下着もな。訳がわからない。親切にしてくれたと思ったらすぐに怒って、かと思えばまた優しくなって。私に気を使ってくれるのはそれも夫婦の義務だから。おい、半分も減ってないぞ。もう十分食べました。お嬢様のお口に合わせてたらこっちの頭がおかしくなっちまいそうだ。もしかするとこの人も
私を連れてきたことを後悔しているのかもしれない。私は誰にも必要とされないマクシミリアンだから。誰にも。どうして私を連れて行こうと するんですか。どういう意味だ。私と望んで結婚したわけじゃないですよね。それなのに私を連れて行こうとする理由がわからなくて。離婚をお望みなら今のうちに。どうせ捨てるなら後戻りできるうちに捨ててほしい。今離婚って言ったか。俺が死ぬ気で戦ってる間に他に好きな男でもできたのか。違います。だったらなんで離婚なんて口にするんだ。みんな あなたが帰ってきたら私と離婚して王女様と結婚するはずだって。やっぱりダメだわ。離婚したくないってすがりつくどころか結局火に油を注いだだけ。もう私は